突撃生活習慣チェック。イエーイ。水分はどれぐらい取りましたか？水分の種類も書いてください。昨日は、はい、それでは振り返っていきたいと思います。なんか意外と優秀でした。突っ込みたかったけど全然突っ込むところない感じ。でも寝る時間が時間、はい、ちょっと遅いですね。そうですね。だからもう少しだけ日付をまたがないぐらいの時間に寝れたらもう本当にパーフェクトって感じですよね、うんうん、やっぱり睡眠時間がちょっと短くなっちゃうから、うんうん、最低7時間、うん、目指した方がいいですね。はい。そういえばなんか夕食が野菜スープとサラダチキンになってたんですけど、はい、なんかこれにしたきっかけとかってあったんですか？きっかけ、そうですね。いや、家に体重計置いてないんですけれど、この前友達とジムに行って体重を測ったんですね。そしたら学生時代から10キロ増えてまして、それはこれはやばいよと。でそっからですね、あ、やっぱり夜はちょっと控えめにしようかな、はい、そうです。あとはかなりそのコロナの影響もあると思うんですけど、その運動する機会がなくなって、前まではこう月に1回みんなで集まって、まあ、サッカーをするっていうのをやってたんですけど、あ、まあ、そういう場所も泊まっていたりとかするので、うん、そうですね、まあ、今年は特に運動していなかったっていうのもあって、ちょっと自分でも衝撃を受けてこれはやばいぞと思って、はい。ジムは通われてるんですか？ジムは行ってないです。あ、それは単発でちょっと行っただけで、はい、でも確かにコロナの影響で運動できなくなった人って多いですよね。多いですね、うん、でもなんか習慣があるのはいいことなので、まあ、またコロナが落ち着いたら運動の習慣も戻せるといいなと思います。はい。ちなみに女性陣は聞かないで聞かないです。言っておきながら聞かないで。ちょっとね、私たちも以前ね勉強したストレッチとか続けるようにしましょう。思い出します。頑張ります。プラスで僕その3週間前からバーピー。え、何それ？バービー？バービーじゃない。バーピーって言ってしゃがんで、まあ、検索すれば出てくるんですけど、しゃがんで足後ろに伸ばして腕立て伏せをして。戻って、立ち上がって、ジャンプして、上に。リズムよくやるやつ、うん、あれのなんかヒットっていう、20秒それをやり続けて、10秒休んで、20秒やって、10秒休んでっていうのをやるといいっていうのを、それも YouTube で見て、それを毎日続けてるんですか？すごい。3週間。すごい。あ、じゃあもう普通に運動習慣もできてるじゃないですか。変化はあったんですか？まあ寝つきが良くなったくらいです。素晴らしい。疲れて。で、その体重を測る機会がないので。顔？カフェインは普段から飲まないんですか？飲まないです。本当にカフェイン取るのは、まあ、出社してる時のお昼のコーヒーぐらいで、うーん、まあ、コーヒーを飲まないですし、まあ、ここに入ってからコーヒーを飲んだぐらいなので、普段から取らない。素晴らしいね。素晴らしい。カフェインね、結構取りすぎてしまう人もいるので、うん気づいたら何杯飲んだかしらみたいになっちゃう。カフェインは3杯以内に収めていただいて、はい。
この間結構ね、ブタボロだったんでね。平日はそんなことない。平日はそんな特に休日はね、気をつけましょう、うん、ということで、はい、気をつけます、はい、今回のまとめとしては、睡眠時間をもう少し確保してもらいつつ、この素晴らしい生活習慣を今後も続けていただければなと思います。はい、はい、ウルバナラボでは美容や健康に関する情報を配信しております。グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。